スイパラの時に展示してあったソロパネル歌えねそのパネソロパネル当たりました。おめでとうございます。私のやつですかね。こんばんは。今日はアイメイクをしてません。今からしようかな。こんばんは。あと。絵を飾りました。飾り直しました。じゃん。撮れてたんですけどね。前の絵これ同じです。あの額縁だけ変えました。ちっちゃいやつにした。見て、すごいピントが合う。え、すごい。すごい。ちょっと待って。え、今本校してるんですか。それはやばいわ。見てない。すごい。今までね、こういう近くにやるとね、合わなかったんですよ。携帯を変えたことによってピントが合うようになりました。すごい。で、かわいい色。ほら、こんな近くでもね、前まではちょっとぼやけてたじゃないですか。すごいいい感じ。この後ね、お風呂入るんですけど、ちょっとあの朝配信みたいなのはこんな感じだよっていうことをちょっと体感してもらおうかな。あのイベント中の私の朝配信は、朝するならちょっとメイクするかもって感じで。こういう雰囲気なのでね、
重くないと思います。それはちょっと自信がある。朝でも全然いいと思う。喋る方だと思います。最近は何かライトでパーンって照らしたいけどないんですよね。ぼやけてない声ってやった時すごいな、カメラみたいですね。あんまり分からんね。こんばんは。朝配信みたいなことをしてます。謎に11時ぐらいなのに。あ、そうですよ。練習ってこういう感じですっていうの。朝配信は別に11時ではないです。今が11時ぐらいっていう話。ちょっとこれ見てほしいんですけど、アイライン見て。毛先というかほら見て、もうバランバランになってる。最悪です。これね、一回なったら戻らないんですよ。でもね、丁寧に扱ってたとしてもこうなる運命こうなる時は来るんですよね。悲しい。ふふ、
すごい目力が変わるね。ちょっと今日はそんな時間をかけてはしない。でも私はね、こんな毛羽立ってしまったとしてもインクがなくなるまで使います。え、今日空がめっちゃ綺麗だったんですよ。もうびっくりしすぎてね、ツイッターにもインスタにも載せました。ふふ。なんか珍しい現象、空が割れてましたね。なんか色が違ってました。すごいね、なんかステージの照明みたいでした。本当にふん。なんかイベント中の配信で私が前やってた水平思考クイズみたいなやつをね、やりたいんですよ。参加してくれますか？でもみんな星投げてくれたりとかで忙しいかもって思って、お、オンラインサイン会の写真、そう、あのオンラインサイン会の写真の撮影風景をインスタのリールに載せました。ちょうどなんか今日届くって私は知らなくって、でもなんかそういえば撮ったなって思って載せようって思ったのが今日だったんですよ。偶然でした。ね、びっくりした。ちょうどいいね、あんな感じで撮ってました。でも全然使われてないカットとかもね、めっちゃある。いつか使うんかなと思ってたらなんか使わんっぽいかも。
そう一応聞いたんですよ、載せていいんか分からなくて、そういう撮影風景なんか載せていいですかって聞いたら、もう大丈夫ですって帰ってきたので。何かに使うんですかね。でも使うとしたらどういうやつが使われてるのか、お楽しみに。そう前髪ちょっと今伸ばしてるんですよ。最近ちょっと前までもね伸ばしてて、でも一回切って、ちょっとでもまた今伸ばしてます。見慣れてもらおうと思ってみんなに前髪をあの流してるの。最近私はね髪型、何の髪型しても自分的にねしっくりこなくて、あ皆さんはあの何でも似合うよそんなことないよみたいなね言ってくれるんですけど私的にはなんかしっくりこなくって、そうやっぱ前髪を伸ばしてみたらなんか分かるんじゃないかって思って一応伸ばしてみてます。そうでもまあまた突然切るかもしれないですけど、伸ばすのがちょっと心折れたって思ってくれたら良いです3週練習、3週練習やっぱり30分あればいいですよね。久しぶりに、あ、ちょっと待って、その前にじゃん、あのおきちゃんのラジオでいただきました、1億円イエーイティッシュなんですけど全然使ってないけど置いてます。運気が上がるらしいので、そう私は今ね大金持ちなんです四八銀行券って書いてある、どこ四八銀行、こう見たらちょっとっぽくない？1枚2枚3枚はい、久しぶりにこれを、でもね
もうどれをやったのか忘れました。なので何をやっても多分答えは覚えてないと思います。あ、でもやったやつ裏返してる。私は裏返してました。これはね、頭の体操になるんですよ。忘れるよね。生々しい。じゃあシャッフル。なんかハーっていうゲームもしたいんですよ。配信でもできそうって思うんですよね。でもカード持ってなくって、これはね、私はロフトで買ったんですよ。でもそこにあったかなって思って、あったら買おうかな今度。はい。ちょっとこれ分からなそう。でもとりあえずこれ全部したくない？めっちゃ時間かかるけどね。いきます。じゃん。待って、ピント合うようになってけん読めるよみんな。お、僕にもちょうだい。食いしん坊でぽっちゃり体型のマサオさんは、ナオコさんが口にしたものが羨ましかったので、その日からダイエットを始めた。一体どういうこと？え？どういうこと？待って、答えはまだ見せない。一緒にちょっと、最初は一緒に考えてください。それで先に皆さんに答えを見せます。直子さんが口にしたものが羨ましかったので、その日からダイエットを始めた。一体どういうこと？直子さんは痩せてるんですかね。直子さんもぽっちゃり体型？ちょっと答え見てください。見えますか？見えますか？見えますか？私は焦点を合わせてないので見えません。どうですか？私は見えてません。コメント欄しか見てません。どうですか？舞踏会の謎解きだね。あ、そうな、こんな感じだったんですか。どういう感じ？なるほどなるほどってなる。はい、難しい？食いしん坊でぼっちゃり体型のマサオさんは、食いしん坊でぽっちゃり体型っていうことは、あ、皆さんに質問して、私がね、あの、皆さんははいかいいえか関係ないしか答えられません。私が今質問することに対してお願いします。食いしん坊でぽっちゃり体型っていうことは関係ありますか？関係ない、関係ないですか？
関係ない。ほらやっぱり。ただの正雄さんが口にしたものが、でもそれそう考えたらね、ややこしくなるんですよ。さらに難しくなる。食いしん坊ってぽっちゃり体型っていうことが関係ないとしたら、正雄さんは直子さんが口にしたものが羨ましかったので、その日からダイエットを始めたっていうことになるんですよ。こんばんは。口にしたものが羨ましかった。食べたってことじゃないってことか。なんか話したって、喋ったってこと？口にしたって、口にしたっていうのは食べたってことですか？ん？いいえ、食べられない。ん？なかなか鋭い？ん？どういうこと？ん？食べたじゃないってことか。でも難易度4なんですよ。5の中の4なんですよ。なので結構難しい。これ11分って書いてるので、11分で答えが出ないとダメってことです。羨ましかったっていうのは本当ですよね。ダイエットを始めた。この問題文がね、意味わかんないんですよ。そう、普通に考えたらね、どういうことなんやろ。食べ物じゃないんよね。ん？食べ物ではある？食べ物じゃないのか。食べ物じゃない。え、口にしたものはなんか喋ったってことじゃないんですか？直子さんが、私、例えばなんか私ダイエットして、なんか何、彼氏ができたのみたいなことを言ったとか。あ、でも正雄さんは男か。え、でも正雄さんは彼女とかがいなくて、彼女が欲しくて、やっぱスリムになりたいって思ったんじゃないですか。関係ないか。うん。いいえ違いました。え、そういうことじゃないんか。名前、名前関係あるん？マサオ？なおこ。え、クレヨンしんちゃんのまさおくんしか出てこ。はい、家では無理な気がする。いや、でもそういうゲームなんですよ。こっちが考えないといけないゲーム。
なんで直子さんって、直子さん、兼直子さん、直子さんって私は知ってますか？ん？少し惜しい。直子さんっていうのはなんかテレビとかに出てる方ってことか。マサオさんはテレビを見てて、ナオコさんがなんか言ってて、それが羨ましかった。マサオさんはナオコさんが好きで、直子さんがどういうこと？ちょっと待って、だからえ、直子さん、いや私は知らないかも、直子さんを、そのなおこさん、いや知らないかもな。4年に1回ってオリンピックってこと？いや分からんかも。え、兼直子さんしか出てこん。分からん、やばい、何が羨ましかったんやろ。でもぽっちゃり体型っていうのは関係あるよね、ダイエットを始めたってことは。ん、やばい、もう11分経ったかね。ね、なんでダイエットを始めたんやろ。うん？うん。いや分からんな。ちょっとすっきりしていいですか、見ます、答え。じゃん、あーねうわ、一気に分かったわ、金メダルを噛んだってことね、直子さんが。あー、マラソン選手ね。小学生なん、マサオさんって。答え言いますね。小学生のマサオさんはマラソン選手の直子さんがオリンピックで優勝し金メダルを噛むシーンをテレビで見て憧れを抱いた。将来自分もマラソンの金メダリストになりたいと、その日からダイエットを兼ねたランニングを始めたのだった。うわーね
ダイエットが最終目的じゃなかったってことね。痩せたその先にまだあったってことか。いや難しいよね。高橋直子さんは知ってるわ、さすがに。金ね、あ、そういうことね。もうこのね問題文が本当に意地悪なんですよ。直子さんが口にしたものが羨ましかったので。でも答えを見たらそういうことねってなるよね。面白いね、この問題は。難しかったけど、そういうことねってなる。はい、次いきます。難易度4、今10分ですね。格差社会、平等に分けられた先週よりも不平等に分けられた今週の方がみんな笑顔だった。一体何が起きた。分からんわ。ちょっと、平等に分けられた先週よりも不平等に分けられた今週の方がみんな笑顔だった。一体何が起きた。平等に分けられた先週よりも、平等に分けられた先週、何を分けるんやろ。うわ、ちょっと待って、ちょっと何この問題の核心が全然わからん。なんで笑顔なんやろ。本当に難しくない平等に分けられた先週って普通の1週間だったってこと。平等に分けられたって、不平等、不平等って多分悪い言い方してるんですよ。多分不平等って言っときながらみんなが笑顔になるような分け方をしてるんですよ。それが結果的に不平等になってるだけで、不平等に分けられた今週の方がみんな笑顔だった。一体何が起きた。何を分けるんやろ。何を分けるんですか。ですかねだって、ですかね。ね、格差社会っていうこのタイトルにもちょっと惑わされる。多分関係ないんですよね、全然。今週の方がみんな笑顔だった。難しいね。ちょっと皆さんに答え見せます。じゃん、見えますか。こんな感じです。どう なるほどって感じ。オッケー。むずい。
みんなっていうのは学生ですか？いいえ、別に誰でも当てはまりますか？人間。みんな笑顔だった。学生ではないのか。別に一瞬思ったのは、平等に分けられたっていうのは、なんかもうちゃんと月火水木金土日、土日っていうか、あの毎日授業がちゃんとあって平等じゃないですか、みんな。でもその先週まではちゃんと授業というか学校行ってて、今週からは何、夏休みが始まったとかで、まあ何、実質不平等になるじゃないですか。だからみんな、まあ、不平等というか、あの自由になる、なるじゃないですか。だからみんな英語だったみたいなでもそれはね、つまらないんですよ。この何、こういう答えを、答えにするん、こういう答えだったらつまらなくないですか今の季節、じゃあ別に学生じゃなくて、でも夏、バーベキューですか？バーベキューしてますか？この人たちは。先週と今週。私が思ったのは今ね、あの先週はめっちゃ決められたに人数じゃない、決められた人たちで、なんか部署とかね、部署同士とかでバーベキューしますってなってたけど、今週はもうめっちゃ仲いい人だけしか集めてないみたいな、なんか感じでバーベキューしたからみんな笑顔だったみたいな思いましたけど、そんな感じじゃないですかね。かすってはいる？難しい。いい考え方だって。バーベキュー的な感じってこと？夏といえば夏、イベント？待ってその絵文字でなんかめっちゃピンときたものあるんですけど、分けられたっていうのは人が分けられたってことじゃないのか、なんか物が分けられたってこと？スイカ割りか。スイカ割りを先週、スイカ割りじゃない、先週はただの切ったスイカを食べてたけど、今週はスイカ割りをしてめっちゃバラバラに割れちゃったけど、楽しかったからみんな笑顔だった。正解
いやん。え、答え読みますね。今週は家族でスイカ割り。先週お母さんが同じ大きさに切ったスイカを出してくれた時も嬉しかったが、スイカ割りをしてまちまちの大きさになったスイカをみんなで分け合った時の方が家族はより笑顔になったのだ。あ、家族なんやね。なんか集団かと思った。え、この問題からスイカは出てこないですね。さすがにね。すごい、正解した。うん、ちょっとすっきりしたかも。確かにバーベキュー近かったね。でもなんか自分はね、物が分けられるじゃなくて人が分けられるかとも言うね、ちょっとね自分で洗脳してしまったところはあったので、そこがダメでしたね。じゃあちょっと星3ぐらい熱ないかな。待って、これ一回答え見たことあるやつだ。じゃあ皆さんに答えてもらおう。じゃん。お茶のチェイサー。一人暮らしの誠さんが家で食事をするとき、机にはお茶の入ったコップと水の入ったコップが置かれているという、一体なぜ？なぜでしょう。これはね、なんか私はね全然違うかったんですけど、なぜでしょう。一人暮らしの誠さんが家で食事をするとき、机にはお茶の入ったコップと水の入ったコップが置かれているという、一体なぜ。私が考えてたのは、これ答えじゃないので言うんですけど、花瓶が置いてあったかと思ったんですけど違いました。でもそれでも多分正解っぽいけどね。成り立つけどね。でも本当にこれは出てこないと思います。2杯飲むから。いいえ。水は薬を飲みよう。いいえ。そうかもしれない。けど、いいえ。どちらも飲みますか？いいえ。ウーロン、いいえ。これはね、そういうことね。ってなるね。なんでコップを置いているのかっていうところがミソですね。コップは置いておかないと、あ、めっちゃヒント出すけど、置いておかないと誠さんはダメなんです。なぜかというと、ねねねねね、だからです。なぜかと言ったら、誠さんのにゅにゅはにゅ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 しねねからですね。一人暮らしをしてます。本当に人間です。
猫舌。いいえ、でも食事には関係ないです。関係ないです、食事には。一人暮らし、ちょっ 5% ぐらい関係あるかも、わからないですけど、そんな関係ないかも。じゃあどんどんいきますね。ヒント、水の入ったコップって入れてます。入れてますじゃない、間違えた、言ってるじゃないですか。誠さん、誠さんがそれは入れたのでしょうか、水を。誠さん自身が水を入れたのでしょうか。お、雨漏りだって。正解です。答えは、安アパートで一人暮らしをしている誠さんは天井からの雨漏りに悩んでおり、雨水を受けるためのコップを常に机の上に置いていた。食事をするときにはお茶を飲むためのコップと雨水を受けるコップの2つが机に置かれているのだった。でした。それな、バケツの方が良さそうと思うよね。コップだったらなんかこんなちっちゃい。星3がいいよね。星あと5ぐらいしか残ってないんですよ、最初に簡単なやつしすぎて。でも星2とかでも難しくって、ないかね。あ、なんか面白そうこれ。星5。いきます。舞踏会のダンスと動機もこんな感じ。めっちゃ頭使ったってことですね。じゃあ、鶴の恩返し。男は親身になって自分を世話してくれた女性が人間ではなかったと思いショックを受けた。一体何があった。めっちゃ考える時間ある。17分。男は親身になって自分を世話してくれた女性が人間ではなかったと思いショックを受けた。一体何があった。何があったんですかね。まずこの男が人間じゃないってこともありえるよね。自分を世話してくれた女性が人間ではなかったと思いショックを受けた。人間ではなかったっていう言い回ししとるけど、この世話してくれた女性がめっちゃ親身になって世話してくれたけど本当はめっちゃ悪い人で、うわー、こんなもうこの人人間じゃないわって思ったってことかもしれないじゃないですか。あの気持ち的にね。え、難しい。でも鶴の恩返しっていうタイトルがちょっと気になる。ね、自分を世話してくれた女性が人間ではなかったと思い、なんかここがちょっとよくわからないですね。人間ではなかったと思いショックを受けた。確定なんですかね。人間ではなかったと思い、じゃあ答え見せます。じゃん、見えますか？ピント合ってますか？
あ、こんばんは。はい。どうですか？むずい。レベル5？人間ではないっていうのは確定なんですか？はいかいいえか。え、確定じゃないのか。人間っていうこともあり得る。あれ、まあ、ちょっとよくわからんなってきた。男は親身になって自分を世話してくれた女性が、まあ、親身になってっていうのは、まあ、自分を世話してくれた女性が人間ではなかったと思い、ん？人間ではなかったと思い、ん？男は人間ですか？男は人間？ヒントがないと分からんよ。こっちが探っていきます。質問をどんどんしないとって感じなんですけど、質問が思いつかないんですよ。むずすぎて。人間なのか男は。え、男は赤ちゃんですか？赤ちゃんですか？いいえ、赤ちゃんじゃないのか。じゃあ男はお年寄りですか？お年寄りですか？体の不自由なお年寄りですか？いいえ。え、普通の人間？世話してくれた女性。ん？人間なんか男は。年寄りの可能性もあるかもしれ、かもしれません。どっち？誰でもいいってことか。
女性は女性ですか？あ、人間なのか。男は、待って、男はあのタイムマシーンかなんかでタイムスリップしてしまって、めっちゃ未来に、未来は、あ、人間なのか、女性はなんでもないです。え、待って、どっちも人間だったら何にも思いつかん。惜しい？嘘、惜しい？タイムスリップ系？関係ありませんなんて。関係ありません。うーん、難しい。方向性合ってますだって。待って、むずい。男がめっちゃ未来に行って、ロボット、人間の形をしたロボットの女性が案内してくれたみたいな感じかと思ったんですけど、でも人間なんですもんね。それ？ん？でも正解じゃないですよね。君の名はみたいな。現実的か。じゃあ違うわ。現実的ね。自分を世話してくれた女性が人間ではなかった。悲しい話？なんで世話してるの？本当にね、そこなんですよ。あ、看護師ってこと？この女性は。え、この女性が幽霊だったってこと？ん？
え、それは違うか人間ですもんねうん、男はなんか事故に遭って病院に運ばれて、でなんで人間じゃなかったって思うんやろ。この女性がこの男を事故らせたから、違うか。自分で事故らせておいて処置もしてたずれた。難しい。なんで人間じゃないん。なんでなんで。どういうこと？なんか機材とか、機材と関係ある？病院にある。あ、病院じゃない？待って待って、難しくない？もう答えを見たいっていう気持ちです。難しい難しい。答えを見ます。え、待って、でも自分で解きたいっていう気持ちもある。私はそれです。どういうこと？違うか。あ、そういうことね。本当にアホらしいね、ちょっと。でもおもろい。え、携帯の機種の話になって、この女性は私アンドロイドなんですよねって言った。そっちか。携帯電話、うん？あ、携帯電話のことを知らなかったんですね。アンドロイド、うん？いや、でもなんかちょっとすっきりしたかも。うん。
そんなのね、ね、難しいよね。だってこの問題文から、男は事故で20年間昏睡状態になっていたが目を覚まし病院でリハビリ中だった。自分を世話してくれた看護師の女性が雑談中に、私はアンドロイドだからと話すのを聞いて、携帯電話のことを知らなかった男は彼女が人間ではないと勘違いしてしまったのだった。やばいね。え、でもあり得ることかもね。じゃあ、え、何の映画なんですかこれ。似たような映画って気になる。ちょっと面白い。じゃあ次は皆さんが考えてください。いきます。寒い日に出かけよう。冬になったらあのお店に行ってみたいとよく言っていたレイカさん。しかし冬になって実際に行ったそのお店は、レイカさんが過去に何度も訪れたことがあるお店だった。一体どういうこと？どういうことでしょう。これはちょっとむずいかもな。そこって感じ。どうですか。冬になったらあのお店に行ってみたいとよく言っていたレイカさん。しかし冬になって実際に行ったそのお店は、レイカさんが過去に何度も訪れたことがあるお店だった。一体どういうことだろうか。星4、実家だった。いいえ、冬。あ、待って、私みたいな感じだ。なんで冬なのかっていうことですね。冬になったらって、なんで冬になったらって言ったのか。だと思います。お、誕生日関係あります。そんな感じです。まあでも正直季節は関係ありません。冬とレイカさんは関係ある。でも
あのお店に行ってみたいって言ってるじゃないですか。そこです。そこですね。こんばんは。誕生日にプレゼントがもらえる家。冬以外は違う商売をしている家。一年中同じです、このお店は。世界中に店が一つしかなかった。いいえ、毎年記憶がリセットされる。いいえ、記憶喪失とかではないです。レイカさん、名前は関係ないです。チェーン店だった、関係ないです。クリスマスケーキ屋、いいえ。レイカさん一人だけの問題ですか、関係ありません。観光地、いいえ。誕生日ケーキ、関係ないです。じゃあそろそろ時間がね迫ってきたので、答えを言おうかな。どうですか。絶対出てこない気がする。いきますね。まずこういう問題でした。冬になったらあの店に行きたいとよく言っていたレイカさん、しかし冬になって実際に行ったそのお店はレイカさんが過去に何度も訪れたことがあるお店だった。一体どういうことだろうか。答え、冬に18歳の誕生日を迎えたレイカさんは自動車運転免許を取得した。レイカさんは自動車の免許を取ったらいつも行くファストフード店でドライブスルーを体験したいと思っていた。念願かなって彼女は行き慣れたお店で初めてのドライブスルーを楽しんだのだった。でした。私も分かりませんでした。こっち系なんですよね。あのお店に行ってみたいとは言ってたけど、行ったことがないってことではなかったっていうことです。多分ね。そう。意地悪ですね。意地悪ですね。問題文がね、意地悪なんですよ。冬になったらあのお店に行ってみたいって、なんか初めて行くみたいな感じで書いてるけど、初めてじゃないんですよ。車で行ってみたいってね、言ってくれたらわかるけどね。ね、ドライブスルーでした。難しい、これ分かる人いるんですかね。無限に答えとかも出てきそう。当てはまる。イエイ。こういう感じのことをイベント中にもちょっとやりたいよね。ちょっとは短いけど時間一枠に一個ずつとかできたらいいですね。
楽しい。では明日までですね、作戦会議ができるのは。イベントの、いやなんか新しいこういう感じのやつゲットしたいな。見に行ってきます。壇上を読みますね。まっちゃんさん、おいもちゃんさん、かずぽさん、ベンジャミンさん、しゅうちゃんさん、なかけんさん、ジータさん、サージカルさん、 ABC ハウスさん、ガッチさん、ゆきふくさん、もふもふスキーさん、けんけんさん、ありがとうございます。イエイ。ありがとうございました。確かに固定コメント消しとこう一回。ハッシュタグ変えとこう。オッケー、いい感じ。ちょっと開業したいな。開業、よし。あ、ツイッターじゃないのか、もうちょっと開業。めっちゃ修正入る。オッケー、ぜひぜひフォローよろしくお願いします。このショールームとツイッターじゃなくて X とインスタグラムの。バイビー。おやすみかん。